どうもつぶつぶ屋です。ホームセンターや園芸店に行くと多肉たちにぎわっております。毎回言ってるんですけど、言っても言ってもまた園芸店に行くと先週よりも多い、なんかそんな感じです。そしてそんな多肉たちを見ているとちょっとお留守番気味な多肉たちも多いですね。でもそれぞれにめちゃくちゃ魅力的な魅力があります。すいません、言いたいのは魅力がある、そういうことです。なのでそんなちょっと個性的な多肉たち寄せて大人っぽく、そしていい感じにしたいと思います。それでは楽しんでいきます。それでは今回も前回同様ちょっとテーマを決めていきたいと思います。日々の多肉の観察の中、もしくはホームセンターや園芸店に行った時に多肉を観察した時に、そのそれぞれの多肉から感じる個性を心でキャッチしてください。そしてその個性とても自由です。自分で感じる印象なのでもう何でもいいんですね。例えばですね、こちらクラスラ、南十字星と星の王子の間のような色合いをしてますが、はい、まあどちらかです。斑入りのこちらの星系が南十字星、そして斑が入ってないものが星の王子ですね。ちょっとお水も切れたのも相まってどことなく経年劣化を感じさせてくれます。アンティークな風合い、時間を感じさせてくれますね。面白い、どことなく大人っぽくわびさびを感じます。サビだったんですかね、わびは感じてますかね。まあそんな感じで何でも大丈夫です。一つ一つの多肉植物を見てたくさんのイメージを感じ取ってあげましょう。それを心のどこかに直近してそんな多肉たちを集めていく感じですね。今回のテーマなんですが、ザクッと大人っぽい、そしてどことなく時間を感じる、そんな感じで作っていきます。用意した器はドン、大人っぽい、そして時間感じまくりです。素晴らしい。穴が開いているので鉢底ネットを入れて、鉢底石少々、水はけのいい土、多肉植物用の土なので大丈夫です。準備できました。今回も前回に引き続きの寄せ植え動画なのですが、今回は全てカットというわけではなく根を残したものもいくつか使います。まずはドン、カメレオン錦の伸びたやつ、間にあるちょっと水を吸っていない葉っぱを取ってあげて触ると取れますね。抜きます。指の中でしっかり土を取ってあげたら根はですねそこそこ残します。はい、こんな感じ、こんな感じですね。触って簡単に取れる根っこだけ取ってあげます。できました。続いてこちら七福ミニ、どうでしょう、めちゃくちゃ時間を感じます。素晴らしいですね。少しあどけない表情も感じさせてくれますが、この爪先と中心部分から外葉にかけてのグラデーションがやはり同じく時間を感じさせてくれます。素晴らしいですね。そして何よりも最も時間を感じさせてくれるのが外のこの役目を終えた外葉のカリカリ出しですね。ただしこちら寄せ植えにはちょっと必要ないので取らせていただきます。時間を感じるんですけどね、もし最近流行りのスワッグなどを作る方はこのままこうやったらこのいいかもしれないですね。間のカリカリになった葉を取ります。こんな感じですね。もちろんピンセットなどで取ってあげても大丈夫。できました。ちょっと小株が取れてしまいましたが、こちらも一緒に植えたいと思います。今回はこのように成長具合によって段差があったりしても全然大丈夫です。整えないんですね。自由な感じでいきたいと思います。それでは植えていきます。まずは土を入れて、そして根っこのついたものを先に入れます。どんな感じがいいですかね。ワイルドでアバンギャルドで時間を感じる、そしてアンティーク、はい、そんなことを思いながら植えていきます。土を足して少し押してあげます。そうすると固定しますね。はい、
そして引き続き根付きのものから先に植えますね。植えます。こんな感じですね。はい、土を足して、はい、土を足して、できました。もうかっこいいですね。時間を感じますね。もしもヨーロッパの昔話があったら、魔女が住んでそうです。素晴らしい。なのでこちらに小さな森を先に作ってしまいましょう。株元に前回も登場したマッコス。こちら可愛い寄せ植えに入れた時と印象がガラッと変わるので、そこにも注目ですね。そしてゴールデンラビット、グッと少し裏側になるんですが、こちらに小さな多肉をちょっと入れておきましょう。ペブルス、そして先ほどの七福ミニですね。はい、いい感じ。この辺で群生してほしいですね。土を足して、はい、いいんですね。ピンクルビー、この間にクラシハマタ、かっこいい。土を足します。引き続きこちらにセンペルビウム2つ入れましょう。固まってきました。ハクジラク、孫悟空、ちょっと低いところにグッとグッと押し込むように、ヒメオオロズキ、ハクジュラク、こちらに2種類のワテルメイエリーがあります。染まった方と染まってない方。まずは染まった方からオン、そして染まってない方をオン。すごい、全然表情が違いますね。不思議。どんどんいきます。パープルドリームです。引き続きパープルドリーム、オレンジドリーム、またまたオレンジドリーム、それではこちらのカメレオン錦をちょっと整えてあげましょう。いきます。こちらに孫悟空、根っこが張るまでしっかり固定してもらいましょう。こちらに溢れるようにパープルヘイズを入れたいと思います。いきます。よっ、そしてパンクチュラータ、最後にフィリパリダムをつまんで入れていきたいと思います。これぐらいですね。大胆につまんでいいんです。こんな感じで不揃いでも大丈夫。こちらの根っこにもしっかり活躍してもらっていいんです。できました。ちょっと個性的な、大人っぽい、そして時間を感じさせてくれるような、そんな寄せ植えにできました。なったかな、どうでしょう。なりました。ありがとうございます。どうでしょう、ピンクルルビーや七福ミニ、そしてシルバーなパンクチュラータが経年劣化を感じさせてくれるような見事な美しさを見せてくれています。前回も寄せ植えに入っていたハクジュラクやワテルメイエリーなども表情を変えてこんなに大人っぽく馴染んでおります。一つの多肉が持っている印象様々で、大人っぽくも可愛くも隣にいる多肉たちによって印象も様々です。すごい。こちらの寄せ植えも成長してくると、上の方でカメレオン錦が大暴れ、南十字星もぐんぐん伸び、パープルヘイズはこぼれるようにですね。
楽しみ。ということで今回も寄せ植え楽しんでいきました。若干好き嫌いは分かれるかもしれませんが、こんな大人っぽい魅力も満載の多肉たち、素晴らしい。はいはい、どうぞ。今回根付きの苗とカットした苗両方入った寄せ植えなんですが、この後水やりはどうしたらいいですか？はい、とてもいい質問ありがとうございます。乾いたらたっぷりでも大丈夫です。そしてこれからどんどん寒くなるので、寒冷地にお住まいの方、お部屋の中に移動した場合はシュワッとなってからあげれば大丈夫です。シュワッとなった頃にはこのカットして刺した方もですね、しっかり乾燥しているので、その時お水をあげると根も出やすいです。根が出ている多肉たちが水分しっかり吸ってくれるので、土もしっかり乾燥してくれます。ありがとうございます。結構適当で大丈夫、そんな感じです。それではいよいよつぶつぶ寄せ植え祭り開催したいと思います。開催期間の方なんですが、今日から12月10日ぐらいまでインスタグラムの方でハッシュタグつぶつぶ寄せ植え祭りと入れていただく、それだけで大丈夫です。お祭りに参加していただいた方の中から抽選で数名にちょっとしたお気持ち送らせていただきます。そしてこちらコンテストや競争ではありません。なので誰でも大丈夫です。寄せ植えなのでやはり寄せてほしい、1種類じゃなければ大丈夫、2種類でも立派な寄せ植えです。それでは皆さんでつぶつぶ寄せ植え祭り楽しみましょう。詳しくは概要欄の方にも書いておきます。はいはい、どうぞ。皆さんにお願いがあります。はい、どうぞ。ぜひ作った寄せ植えに名前をつけてあげてください。かしこまりましたって自分が言うのもおかしいのですが、そうですね、皆さんもしよければ寄せ植えに名前もしくはタイトルなどを入れられてもいいかもしれません。もしもちょっと恥ずかしいなと思うときはなくても全然大丈夫、なくても全然大丈夫。でもやっぱり自由な発想で何かを表現することは素敵なことだと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん一緒につぶつぶ寄せ植え祭り楽しみましょう。参加しない方もぜひいろんな寄せ植え見ていいねをポチッと押してあげてください。よろしくお願いします。つぶ寄せ